第3節地理的表示第22条地理的表示の保護1、この協定の適用上、地理的表示とは、ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として着せられる場合において、 当該商品が加盟国の領域またはその領域内の地域もしくは地方を原産地とするものであることを特定する表示を言う。2. 地理的表示に関して、加盟国は利害関係を有する者に対し次の行為を防止するための法的手段を確保する。A. 商品の特定または提示において、 当該商品の地理的原産地について講習を誤認させるような方法で、当該商品が申請の原産地以外の地理的区域を原産地とするものであることを表示しまたは示唆する手段の使用。B.1967 年のパリ条約第10条の2に規定する不正競争行為を構成する使用。3。加盟国は、 職権により、国内法令により認められる場合に限る。または利害関係を有する者の申し立てにより、地理的表示を含むかまたは地理的表示から構成される商標の登録であって、当該地理的表示に関わる領域を原産地としない商品についてのものを拒絶しまたは無効とする。ただし、 当該加盟国において当該商品に関わる商標中に当該地理的表示を使用することが申請の原産地について公衆を誤認させるような場合に限る。4、1、2、および3の規定に基づく保護は地理的表示であって商品の原産地である領域、地域または地方を申請に示すが、 当該商品が他の領域を原産地とするものであると公衆に誤解させて示すものについて適用することができるものとする。第23条武道お及び上流種の地理的表示の追加的保護、1。加盟国は、利害関係を有するものに対し、 申請の原産地が表示される場合または地理的表示が翻訳された上で使用される場合もしくは、種類、金度型、タイプ、様式、スタイル、模造品、イミテーション等の表現を伴う場合においても、 武道種または上流種を特定する地理的表示が当該地理的表示によって表示されている場所を原産地としない武道種または上流種に使用されることを防止するための法的手段を確保する。中、中、加盟国は、これらの法的手段を確保する義務に関し、第42条第1弾の規定に関かかわらず、 民事上の司法手続きに変えて行政上の措置による実施を確保することができる。2.1の武道種または上流種を特定する地理的表示を含むかまたは特定する地理的表示から構成される商標の登録であって、当該1の武道種または上流種と原産地をことにする武道種または上流種についてのものは、 職権により、加盟国の国内法令により認められる場合に限る。または利害関係を有する者の申し立てにより、拒絶しまたは無効とする。3、2以上の武道種の地理的表示が同一の表示である場合には、第22条、4の規定に従うことを条件として、それぞれの地理的表示に保護を与える。 各加盟国は、関係生産者の公平な待遇及び消費者による誤認防止の確保の必要性を考慮し、同一である地理的表示が相互に区別されるような実際的条件を定める。4. 武道種の地理的表示の保護を促進するため、武道種の地理的表示の通報及び登録に関する多数国間の制度であって、 当該制度に参加する加盟国において保護される武道種の地理的表示を対象とするものの設立について、貿易関連知的所有権理事会において交渉を行う。第24条国際交渉及び例外、1、加盟国は、第23条の規定に基づく個々の地理的表示の保護の強化を目的とした交渉を行うことを合意する。 4から8までの規定は、加盟国が交渉の実施または2国間もしくは多数国間協定の締結を拒否するために用いてはならない。このような交渉において、加盟国は、当該交渉の対象となった使用に関わる個々の地理的表示についてこれらの規定が継続して適用されることを考慮する意思を有するものとする。 二、貿易関連知的所有権理事会は、この説の規定の実施について検討する。1回目の検討は、世界貿易機関協定の効力発生の日から2年以内に行う。これらの規定に基づく義務の遵守に影響を及ぼすいかなる事項についても、同理事会の注意を喚起することができる。同理事会は、 加盟国の要請に基づき、関係加盟国による二国間または複数国間の協議により満足すべき解決が得られなかった事項について加盟国と協議を行う。同理事会は、この説の規定の実施を容易にし及びこの説に定める目的を達成するために合意される行動をとる。三、この説の規定の実施にあたり、加盟国は、 世界貿易機関協定の効力発生の日の直前に当該加盟国が与えていた地理的表示の保護を原じてはならない。4. 加盟国の国民または居住者が、武道種または上流種を特定する他の加盟国の特定の地理的表示を、 A.1994 年4月15日前の少なくとも10年間または B. 同日前に前位で当該加盟国の領域内に置いてある商品またはサービスについて継続して使用してきた場合には、この説のいかなる規定も当該加盟国に対し、 当該国民または居住者が当該地理的表示を同一のまたは関連する商品またはサービスについて継続してかつ同様に使用することを防止することを要求するものではないを次のいずれかの日の前に商標が善意に出願されもしくは登録された場合または商標の権利が善意の使用によって取得された場合には この説の規定を実施するために取られる措置は、これらの商標が地理的表示と同一または類似であることを理由として、これらの商標の登録の的確性もしくは有効性またはこれらの商標を使用する権利を害するものであってはならない。A. 第6部に定めるところに従い、加盟国においてこの説の規定を適用する日。B. 当該地理的表示がその原産国において保護される日。6。この説のいかなる規定も、加盟国に対し、商品またはサービスについての他の加盟国の地理的表示であって、該当する表示が当該商品またはサービスの一般名称として日常の言語の中で自国の領域において通例として用いられている用語と同一であるものについて、 この規定の適用を要求するものではない。この説のいかなる規定も、加盟国に対し、ブドウ生産物についての他の加盟国の地理的表示であって、該当する表示が世界貿易機関協定の効力発生の日に自国の領域に存在するブドウの品種の通例として用いられている名称と同一であるものについて、 この規定の適用を要求するものではない。7、加盟国は、商標の使用または登録に関してこの説の規定に基づいてされる申し立てが、保護されている地理的表示の不当な使用が自国において一般的に知られるようになった日の後ろまたは、当該日よりも登録の日が早い場合には、商標が当該登録の日までに広告されることを条件として、 当該登録の日の後5年以内にされなければならないことを定めることができる。ただし、当該地理的表示の使用または登録が悪意で行われたものでないことを条件とする。8. この説の規定は、事故の氏名もしくは名称または事業の前任者の氏名もしくは名称が講習を誤認させるように用いられる場合を除くほか、 これらの氏名または名称を商業上使用する者の,の権利にいかなる影響も及ぼすものではない。Q。加盟国は、原産国において保護されていないもしくは保護が終了した地理的表示または当該原産国において使用されなくなった地理的表示を保護する義務をこの協定に基づいておわない。